はい、どうも、ミエヘラおじさんです。おはようございます。ですね、まあ、今日は、何を喋ろうかなと思ってたんですけども、まあ、これも、ヤフーニュースに、掲載されてたですね、まあ、日刊スパの記事でございますと。で、何を言おうとしているかというとですね、50代の、人のですね、2人に1人が友達いないよと。いうようなことでございます。で、まあ、仕事関係であれば、まあ、一定、言うたら仕事の付き合いでみたいなところはあるんですけれども、プライベートで誘える友達っていうのがですね、実は全然いないというようなところを、まあ、言うたら取材してるみたいなんですね。で、まあ、大学卒業して、サラリーマンになるとですね、仕事関係の付き合いが増えて、まあ、個人的な付き合いというのがなかなかないですね、というところと、まあ、言うたら、リタイア、クビになったりとかですね、まあ、言うたら退職して、あと、人間関係が全然なくてですね、仕事の看板だけで、会社の看板だけで仕事してたということに気づかされて、ちょっと絶望するみたいな、なんかそういうことについて記載がされておりましたです。で、まあ、おじさん自身はどうかと言われたら、なんて言うんですかね、まあ、うつ病になったことで、仕事関係の付き合いもほぼなくなり、で、プライベートも、だいぶ、切ったでございます。切ったというか、結婚式の案内とかめちゃめちゃ来たんですよ。で、最近でも高校の同級生だった子が20年ぶりに連絡が来て、結婚式来てくれませんかって話だったんですけども、ちょっと20年連絡取ってなかったんで、さすがにちょっとどうかなというところと、まあ、体調の面でですね、お断りさせてもらった次第でございます。で、なんて言うんですかね。まあ、仕事でもう付き合いが僕一人もいなくなったんで、個人的にですね、まあ高校の友達で何人か、で、田舎の同じ町内で一人、二人かな。で、あとは大学の友達ぐらいかなと思ってます。大学院の友達もまあいるけども、なんかやっぱり家庭持ったり結婚したりして、なんか俺結婚式の司会とか二次会とかめっちゃやったんですけど、その頃だと全然連絡取ってられへんっていう、もうとんでもないことになってるんですよ、もう。とかですかね。もう大学の友達なんかは本当にもう東京とかに就職してたらもう全然会ってないですし、っていうようなところでございます。で、まあまあ、そんなもんなんかなと思います。みんなやっぱり結婚してったらいなくなったりとか、子供できたらいなくなったりみたいなところもあるでしょうし、多分年賀状だけのやり取りの方もいらっしゃるんでしょうけど、私年賀状やり取りしないんで、本当に一人かなというところですけど、今喋った中でも結構いますね。自分が、まあ言うたら、病気になっても、こう言うたら、去らなかった友達っていうのは、いるので、そういう人は大事にしたいなというところと、あとね、今、YouTube でこうやってやり取りさせてもらってるのは、すごいね、精神安定剤になってると思うんですよ。っていうのは、今日もお米届いたんですね。ジュジュさんありがとうございます。お米も届いたし、なんかそういう形で支援してくれる方がいるっていうことで、僕も、動画を回す、励みになってますし、まあ言うたら、金銭的なところもそうですし、なんか相談事もそうですし、っていうことで、なんですかね、サラリーマンのおじさんに対してじゃなくて、おじさんのチャンネルでおじさんに対してですね、こう、ニーズがあって来てくれてるっていうことで、すごい感謝してます。まあ、見てくれてる人は見てくれてる人で、暇つぶしぐらいにはなってるんかなと思いますけど、おじさんおじさんで、なんかまあ、コメントとか、まあ、コメントですね、いいねの数はちょっとよくわからないんですけども、コメントとか、なんか連絡が来たりとかしたらですね、まあ、やっぱりやっててよかったなと思うところがあるんで、まあ、多少、なんかこう、いろいろ、なんか、細かいこと言われたりしたらですね、ちょっとめんどくせえなって思うところは確かにあるけども、それでも何もされないよりもですね、やっぱりされた方がいいなと。まあ、クレームとかはそんな嫌ですけどね、と思ってます。で、これから、じゃあ、どうしていこうかなと、まあ、独身でいるというふうに一応思っていて、まあ、時々お茶したりする、女友達っていいんですかね。まあ、それはいるんですよ。ですけれども、じゃあ、個人的にどうしたらいいかなと思ったら、自分で仕事をするっていうのが一つかなと思ってます。っていうのは、今、宅建士の勉強してて、なんていうんですかね、
だからまあ、どっかの会社の看板を背負うというよりも、じゃあ、宅建士であるとか、その一級ヘビー技能士であるとかっていうので、自分でコンサルするであるとか、自分で、言うたら代理店やるとかっていうことで、仕事をし続けるっていうのも一つの選択肢かなと思ってます。サラリーマンでやるのはちょっとやっぱり人間関係的に難しいけれども、まあ言うたらスポットでちょっとバイトで入るとかっていうような形で社会との関わりを持つと。で、しかもそれは、なんて言うんですかね、自分が言うたら雇われることで発揮するんじゃなくて、雇われる以前に自分にスキルがあるから、そのスキルのあるおじさんに、何かしら聞きたいであるとか、なんかやってほしいなっていう形で個別でもらうフリーランス的な働き方が、できるのが、まあ個人的にはいいかなというふうには思ってて、まあ、そういう形でやっていこうかなというふうには思っているところでございます。まあ、もちろん、今、仕事があるのでですね、そんな今日、明日、どうするっていう話ではないんですけども、まあ、言うたら、いつかはまあ退職することになると思うので、その退職の後にですね、すっからかんになるっていうことだけは、避けられるんじゃないかな、今勉強してたらというふうなモチベーションでですね、いろいろやってますと。で、もちろん別に宅建を持ってるからどうのこうのって話でもないんですけども、まあ、どっちかと言ったら、まあ、おじさんとのこのやりとりの中でですね、これ収益化して、収益が生まれて、やっていくっていうのが、それ一番、ベストだと思ってます。失敗小僧さんみたいにですね、いろいろ喋りながらやるのが一番ベストだと思ってるんですけども、まあ、何かしら、ね、ベロベロ喋るだけじゃなくてですね、まあ、ちょっと身になると言いますか、まあ、小銭が稼げるぐらいの仕事内容を、言うたら、こう、宣伝させてもらう媒体としても使うことで、まあ、いろいろやり取りができるんであれば、多分これ幸いっていう感じなんだと思います。言うたら自分の喋りたいことも喋れるし、自分の仕事の広告もできるしっていうところなんで、そういう使い方になりゃいいな、というふうには思ってます。はい。で、今使えるのが、だから、証券外務員と、まあ、正保損保の資格、あるいは知識、と、まあ、FP 技能士の1級と CFP、この辺だと思ってるので、まあ、これプラス宅建、ですよね。で、なんとか、まあ、食えるだけのことをやっていきたいなというふうに思っているところでございます。ということで、まあ、それで、なんとかまあ、孤独になると、仕事を辞めても孤独になるということだけは避けられるんかなというところは思ってます。で、まあ、これ、ヤフーニュースのなんかコメントとか見てたらですね、なんか、50代で亡くなった人がいて、独身で、で、そこになんか同級生の半分ぐらいが、お証拠を上げに来てたということで、それすごいなと思うんですけど、なんかまあ、その、行った人も、言うたら50代で、亡くなってっていうことは、高校から30年ぐらいあったけども、みんな何やかんや、付き合い続けてたんや、みたいな、ところで、なんかちょっと気づかされたところがあって、友達の Facebook 覗きに行ったりとか、ちょっとなんか、いろいろ喋りに行ったりとかしてですね、なんか、コミュニティを再構築しているというようなことは、あったりとか、あるいはその、証券会社で評論家みたいなのやってる人もですね、証券会社時代はいろいろみんな話聞いてくれたけども、仕事辞めた瞬間に人間関係がほぼなくなって、で、評論家としてやろうと思ったらみんな門前払いしてくるというところで、もう愕然としてますというようなコメントが残っててですね、やっぱりこう日頃から、別に飲みに行ったりとか、まあ、言ったらゴルフ行ったりとかするだけではないと思うんですよね。お茶する、まあ、個人的にお茶して喋るっていうのは、飲みに行くよりも、結構良いというか、だと思ってるので、個人的に、なんていうんですかね、今ちょっとまあ、肝臓の数字が悪いとかいろいろあるから、本当にね、喋るっていうところに重きを置けば、全然スタバでお茶するっていう関係はいいと思ってるんですね。まあ、それが別にホテルのラウンジでもいいんですけども、なんていうんですかね、まあ、喋るってすごい大事なことやし、精神衛生上もすごいいいので、個人的にはそういう人をたくさん作れたらなというふうに思ってます。まあ、150人超えてくるとちょっとなんか、おかしくなるというか、おかしくなるというか、ベストな人数っていうのが150人ぐらいらしいんですね。人間関係のベストなところが。ベストっていうか、マックスか。が150人ぐらいだそうなので、まあ言うて、今挙げた中で多分10人ぐらいしかいないんで、まあ全然、いろんなところにアンテナ張るのはいいのかなというふうに思ってますし、そもそも150人もちょっと無理やなと思ってるんで、まあ、ちょこ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 ですね、こうやって動画上げながら、まあ皆さんとコメントやり取りしながらですね、まあ、YouTube の方はうまくやってきたなと
思ってますし、まあ、その中でもね、会いたいっていう方とか、飲みたいっていう方も結構いらっしゃるので、そこはまあ、曜日見てかなというふうに思ってます。できれば、対マンというよりも、複数人でお会いさせてもらった方が、個人的にはですね、ちょっと、対マンで会うとなると、言うたら、日にちが足らなくなるぐらいちょっと来てたりとかですね、私の個人的な予定が入ってたりするので、そこはちょっとまた、プチオフ会みたいな形でですね、やらせてもらったらいいと思うんですけど、ちょっとまあコロナ禍で難しいかなというような感じでございますね、というところで、すいませんね、だるだるお話をして。で、まあ、一人ぼっちになるっていうのがですね、50代に2人に1人、そういうことになっているということが、まあ記事になってたので、お話しさせてもらいました。以上です。